なんでまたてめえとやんなきゃなんねえんだよ。それはこっちのセリフだし、つかてめえのせいでまた賠償費用の請求来た。マジどうしてくれるわけ。あ、つかそもそも窓あったのそっちじゃね。巻き込んどいてふざけんじゃねえ。あ、マイクぶっ壊したのてめえだろうが、あれが一番高えんだよ。そっちこそふざけんな。スタッフが何か言ってるし、うぜ。雑魚どもが調子づいてんじゃねえぞ。終わったら全員殺す。つうわけでさっさと始めるわ。かがり火ラジオ、今夜の担当は俺。あと俺。じゃあ即メール行くわ。この後やることできたしな。かがり火ネーム、今年からバイク通勤。シモンさんこんばんは。かがり火の新曲視聴しました。今回もやばいですね。ギターの素晴らしさはもちろんなんですが、特に2曲続けて聴いた時のジュダさんの歌声が。っておい、なんなんだよこれ。こんな俺宛に送ってくんじゃねえ。喧嘩売ってんのかよ。はっ、こいつ分かってんじゃん。残念だったな、ざまえ。つうわけで次、かがり火ネームバイオレット。ツイッターを見てると、ジュダ君はたまにブレチャのヨシワ君とご飯に行ったりしてるみたいですが、シモン君にも仲のいいアーティストさんがいるんですか。シモン君の交友関係が気になりますって。あ、なもん知らねえし興味もねえ。つかこんなん俺宛てで送ってくんな。ワームズはてめえより俺に興味あるってよ。笑うわ。つかこれメール入れ違いになってんじゃねえの。俺も今思ってたし。おい、どうなんだよクソスタッフ。はあ、ほんとだわ、合ってるし。おい、ワームズ、てめえらふざけんなよ。どいつもこいつも、もうちょい考えてから送ってこい。じゃねえとメールなんか二度と読まねえからな。つうわけで終了。終わり終わり。さてと、そんじゃあいつら殺すか。チャンネル登録なも知るか。つーか曲さっさと聴け。